急にお呼び立てして申し訳ございません。私はドクター・ホアキンと申しまして、アバターのデータベースの保守管理を担当しております。実は少し困ったことになりまして、データベースがハッキングされ、非常に重要なデータの一部が消えました。ミリルのアバターデータが正常にマッチングできません。侵入者を追跡調査したところ、アイダの子の仕業であると判明しました。データユニットにはセキュリティプログラムを導入していますが、アイダの子ならやすやすと突破するでしょう。奴らに盗まれたデータユニットはホラント雪原にあるとの報告を受けています。あそこは放射線量が高く、一年中氷に閉ざされた劣悪な場所です。そのためシューリー先生が同行します。彼は特殊機能を付加したハガードの新型 AI サーバントです。放射線にさらされる劣悪な環境からあなたを守ってくれるでしょう。データの在りかはシューリーに知らせてありますので、彼が目的地まで案内してくれるでしょう。大切なデータをどうかよろしくお願いします。博士、ご安心ください。エクセキューターをご指定の場所までお連れし、任務を遂行いたします。それでは出発の準備に取り掛かります。エクセキューター、準備はいいですか？エクセキューター、準備はいいですか？よろしい。では、直ちに出発しましょう。ホラント雪原の中心地帯に到着。任務情報を同期し、エクセキューター、移動速度が上昇。敵の勢力範囲に入りました。前方200メートルに敵を探知、殲滅してください。こちらは別の場所を探索します。おめでとうございます。無事に敵を一掃しましたね。手本、そんな顔で見ないでください。失礼ですよ。私の日常業務はデータ処理、情報の記録、資料収集、サンプル分析、ベクトル作成、論理計算、連想型推論等々です。戦闘という選択肢は私の機能にはありません。危険に遭遇すれば一番に自分の身を守り、博士の最も大切なデータを保護します。それが私のモットーです。では先へ進みましょう。目的地は間もなくです。当エリアでは電波が磁場の干渉を受けますので、大まかな位置情報しか提供できません。信号地点に敵機体のエナジー反応を検知、排除を優先します。エナジーレゾナンスが発生、マッチングを開始。
マッチング成功。結果はメリルの意識のかけら7です。大丈夫か？あなたを連れ出すわ。エッグエナジー低下、座標設定完了。カウントダウン5 4 3。雪だな。ようやく目が覚めましたね。先ほどデータを回収した際にエナジーレゾナンスが高すぎたため、データ、メリルの意識のかけら7とあなたとの間にリンクが発生しました。その衝撃で意識を失ったようです。あなたも無事だったことですし、任務を続けましょう。博士によれば、盗まれたデータはメリルの意識のかけら1、メリルの意識のかけら7、メリルの意識のかけら9の計3件です。先ほど検知器が反応した場所では7しか回収できませんでした。データはチリジリになったようです。今後は捜索範囲を拡大します。データによると、メリルには双子の弟がいます。名前はビクトル。ある戦争で行方不明になった後、メリルはビクトルを探し続けています。警告、エナジー探知機に強力な反応。エクセキューターに緊急事態。私についてきてください。10時の方角でエナジー探知機が反応しました。前方エリアをスキャンします。敵の地雷原、メリルの意識のかけら9を発見しました。地雷原は危険です。先に探査して移動ルートを確保します。エクセキューター、できる限り衛兵を避けてください。残留信号を検索中です。
敵の第二波が襲来します。再び戦闘に備えてください。逃げても無駄。前方の対象をスキャン。結果は不明です。警告、警告。消えて。雪、炸裂。無念。報告します。ビクトルを発見できず捜索範囲を広げました。見つけ出します。またメリルの過去を見たのですね。彼女のデータはエナジーレゾナンスが異常に高いようです。では回収任務を続けましょう。先ほどメリルの意識のかけら1のありかを特定しました。同エリアの放射線指数の測定を開始します。データの位置するエリアで放射線指数が基準値を超えています。安全を保証するため私が先に同エリアに移動し防御シールドを設置します。こちらでお待ちください。
電波が不安定です。データ回収が中断しました。電波が不安定です。データ回収が中断しました。しばらく休んでいてください。何度やっても回収が中断します。少し時間をかけて作業を続ける必要がありそうです。メリルの意識のかけら1に再度リンクしました。データロード中。マッチング完了しました。再びメリルの意識のかけら9を回収します。今度もまたレゾナンスが起きるでしょうか。警告、レゾナンス異常。警告、レゾナンス異常。俺たち兄弟が会うのも久々だろ。ちょっとくらい笑ってくれよ。メリル、まさか君が望んだのか。待ってくれ。まさか兄の俺が心配なのか。雪だ。それと私は姉よ。こっちが先に生まれたかもしれないのに。絶対俺の方が上だって。メリルのデータは回収済みです。博士のところへ戻ってください。お帰りなさい。メリルのデータ回収お疲れ様でした。博士、私はこれからメリルのデータを解析します。後ほど詳細なレポートを出力します。シューリーのレポートにあなたとメリルのデータが共鳴したと書いてありました。それによってある種の記憶の連結ができたとか。あれはすごく妙な感覚だった。同様の現象は以前にもありました。しかしあなたのように短時間で何度も発生した例は見たことがありません。ビクトルは未だ失踪中。メリルはハガードで仕事を続けています。私もエクセキューターのファイルに記載がないか調べてみたのですが、どれも同じようなことしか書いていませんでした。メリルはハガードのエクセキューターではありますが、人付き合いが苦手でファイルの中身はそれほど多くありません。資料の多くは私が後で付け足したものです。その点については私に補足させてください。ハガードの記録にはビクトルがオラント雪原で失踪した後、メリルは仕事の合間に何度も雪原に足を運んで捜索をしていたと書いてあります。そう、そこでハガードはいくつかの仮説を立てた。一つはビクトルは死亡しており、遺体は変異生物が持ち去ったという説。もう一つはビクトルは生存しているが事情があってハガードと連絡が取れないという説。そして最後がアイダの子に拉致されたという説。これが最も不穏で最悪な仮説ですね。もちろん全て推測に過ぎません。真実はまだ藪の中です。では本題に戻りましょう。私はメリルとの間に起きた記憶の共鳴があなたの体に及ぼす影響を懸念しています。その点はご心配なく、体へのダメージは一切ありません。ご心配なら医療部門で全身の検査を受けることも可能です。